12月24日半袖いけます。あ、なんかすごい栄えてる。あ、すごい。あ、すごい。今夜9時45分ぐらいなんだけど、もうちょっとで10時なんだけど、すごい賑わってる。やべ、メガネあのパソコン用のまま外出てきちゃった。暗っ。あっちゃホテルにチェックインする時の階段めっちゃ暗い。メガネをちゃんと変えてきたよ。ちょっと風強いね。半袖の人ちらほら2割ぐらいかな。あの海外の方はみんな半袖だわ。で今夜10時ぐらいでお腹空いたんだけど、どうしようかな。でもすごい賑わってる、栄えてるよ。なんか沖縄の夜って早そうな気がしたけど、全然なんか朝まで賑わってそうな勢い。なんかラーメン屋でも行こうかな。いや、今が12月24日クリスマスなんて信じられないっす。あったかい普通に。でね、沖縄ね、松屋はないのにタピオカ屋が結構あるんだよね。ホテルに来るまでに2軒見て、今もう1個あった。いや、松屋作るのが先でしょ。ね、一応サンタさんいますね、沖縄にも。なんか沖縄ってクリスマスと無縁な感じがした。あ、ほらタピオカ屋、ゴンチャゴンチャゴンチャ。あ、ここ沖縄そば、ここでいいかな。牛丼もある。2019年12月25日クリスマスの沖縄、暑いね。でも風があるから結構涼しい。あ、暑い。半袖。暑い。なんか商店街。いい天気だ。あー、すごい商店街。結構長いっぽいね。サトウキビジュースで、ペイペイ使える。サトウキビジュースありますか？1つください。なんか年季入ってるのにペイペイとラインペイが使える。めっちゃ面白い。島バナナ、ドラゴンフルーツ。サトウキビジュースをラインペイで払って買ったよ。うん、美味しい。なんかすごい甘いわけじゃない。まあぼっち沖縄なんで、どこ行くにもジュース飲むのもご飯食べるのも一人です。ここめっちゃ安いし、地元のお店っぽい。ここにします。安いね。安いぞ。どれにしようかな。野菜チャンプルーとご飯にしたよ。これはあれ、ピーナッツ豆腐、沖縄の。あ、すごいもちもちしてる。すげえローカル、ゴーヤバーガー。面白い。和音使えるんや。うん、ウケんなこれ。イチロー選手もあるよ。お菓子を買うぞ。チースコオリジナル
あとこれ、マチカジせんべい、すごいピンク。もう沖縄って結構タピオカのお店あるんですね、なんか意外で。なんかここもいきなりおしゃれなお店あるなと思ってちょっとびっくりしました、はい、商店街の中に。こっちも今年いっぱい潰れるんですよ。そうなんですか。そうなんですか。悲しいっすね。結構もうこっち場所が場所なんで。そうですね。見えづらいじゃないですか結構。ですね。ちょっと立地的に。土地代も高いんですよ、国際料理です。はいはいはい、なるほどね。結構赤字みたいな感じ。いいです。うん、もう東京の方が良くないですか。住みたい。あるじゃないですか。あるけど冬寒いっすよ。はい、いろいろお店あるんで。わあわあわあ。東京は。そうっすね。ここは一都系って場所あります。うん。ああ東京。東京で。東京で。調べるんですよ結構。どうだろう。でもスカイツリーは行った方がいいんじゃないですか。スカイツリー。スカイツリー。スカイツリーってなんかもう普通に高いだけですと思う。周りとかお店あるんですか。あ、周りお店いっぱいありますよ、綺麗なところが。明日から行きます。で、今日はその辺のホテルにいて。あ、そうですね。そうなんですよ。何日間行ってくるんですか。3月の終わりまでいるんですよ。です、ね、めっちゃ長いでしょ。生クリームは大丈夫ですか。はい、大丈夫です。自分も今日とかに結構長居したいんですよ。あ、長くいたらいいっすよ。完成。これ YouTube 載せてもいいかな。顔映ってない。あ、別に顔大丈夫。大丈夫です。本当に、はい、ありがとう、ありがとう。美味しそう。いただきます。で、結局夜11時くらいにまた牛丼食べに行ったんすけど、あんまり美味しくない。だからさ、松屋って偉大だね。すごいわ。あんまり美味しくない牛丼食べて松屋の偉大さが分かった。だから冷静によく考えると、クリスマスイブとクリスマスで2日連続牛丼食ってるわな。沖縄にもどん亭っていう24時間営業の牛丼屋が一応ありましたよ。ちょっと感動で。沖縄そばって角煮が入ってるんだけど、これがすっごいすごい柔らかいの。なんか骨まで食べれる勢いで、コラーゲンみたいなプルプルしたやつがすごかった。肉肉しいのがダメな人はダメだね。チェーン店でもこのクオリティだからすごいよね。あの蕎麦の味自体はね、めっちゃ B 級の味する。なんかどん兵衛でね。沖縄の料理ってあんま美味しいもんないんですよね。ゴーヤも苦くて美味しいもんじゃないし、沖縄蕎麦のこの角煮は私肉肉しいのダメだからちょっと厳しかったし、サーターアンダギーも脂っこくてあんまり好きじゃないのよね。やっぱグルメだったら北海道だね。沖縄は全く勝てない。なんか一応食べ歩きというか旅行記の動画撮ってみたけど、人の旅行動画ってほんとつまんねえな。これほどつまんねえもんねえな。せっかく作ったからアップするけど、ちょっと反省した。つまんなくてごめんな。